さあ、乱世の会の三国天武道家でございます。いつもご視聴ありがとうございます。前々回ですね、遠志月英総選挙という動画を作らせていただいたんですけども、その最後にですね、こうやって統計取ってた感覚では最強地上編成って言ったら周遊月英天衣呂布なんじゃないか、まあ感覚ですけどね、みたいなことをお伝えさせていただいたんですよ。でそれはって言ったら、そのスペックがね、ガッチガチ、なんせ馬が全部レベル65とかってなってる人ほどこの4人を使ってることが多いような気がしたということで、そういった話をねお伝えさせていただいたんですけど、実際のところどうなんだろうということが気になりまして、ちょっとこれ統計取ってみたろうかなと思ってね、今回調べてきました。でですね、統計を取る方法なんですけど、まあとにかくですね、馬が全部レベル65でなかったらダメです。一つの馬でもレベル60で止まってるみたいなことがあったら、もうその人は、サンプルとして却下させていただきます。でなおかつですね、攻撃編成で、神器ですね、その編成の中に入っている武将の神器が専用神器でさらにカンストしていることが条件ということになってます。この二つを満たすことで、ようやく、その、言うたらガチムチという認定が受けられて、で、カウントされるっていう形で統計取らせていただいたんですけども、ちょっと一つだけね、ご納得いただきたいというか、ご了承いただきたい部分があるんですけども、転移に関しては専用神器でなくても良いとするということでさせていただきます。っていうのがですね、転移の専用神器って下手したら、共通神器より使い勝手悪いんちゃうかなって思うんですよね。なんで、この、まあ、この人は神器を乾燥させるのに金に糸目をつけるような人じゃないと思われる人でもですね、転移に関しては専用神器を装備させてないみたいなところがあるんですよ。なんで、転移に関しては専用神器でない人もですね、カンストさえしてれば、共通神器でカンストさえしてれば、その人はまあカウントされるということでさせていただきますので、よろしくお願いします。で、ちょっとね、この統計に関しては、その言うたらガチムチの人が、まあ軍団にいるところはたくさんいるんですけど、いないところでは全然いないみたいな感じになるので、一つの軍団で5人まで縛りっていうのは外させていただきました。まあその代わりにですね、その軍団の傾向みたいなのもお伝えさせていただこうかなと思ってます。でまた前回同様ですね、50人カウントされるまで統計を取り続けるという形で、させていただいて、で50人目の人が出た軍団で最後まで統計取ってみて、でまあ50何人かっていう形で終わらそうかなと思ってたんですけども、ちょうどぴったり50人になりましたので、すごいお伝えしやすいような環境にはなりました。そしたら前置きが長くなったんですけども、その言うたらガチムチプレイヤーっていうのがですね、この軍団には何人いてこの編成だったっていうのをですね、今からお伝えさせていただこうかなと思うんですけども、まず一つ目の軍団はですね、中国さんですね。この軍団は伝統のある軍団じゃないかなと思うんですけどね、ずーっと第一線の軍団ということになってますよね。でこの中国さんにはですね、馬は全部レベル65で、出征している武将の神器は全部専用神器でカンストしてると。なんでもう上げ幅って言ったら本当に、あれなんや、全員の逆転ぐらいしか残ってないやろっていうレベルでもうガッチガチにしてる方っていうのが6人いらっしゃいました。でこの6人の編成っていうのはですね、まず2強を周遊で月英呂布、この4人ですね。なので盾役がいないという編成になってます。曹操とか天衣を使ってないっていう編成になってるんですけども、この編成が3人いらっしゃいました。で次、周遊月英天衣呂布、これ僕がその遠志月英総選挙で最強の編成じゃないかって言った編成ですね。この編成でやってる人が3人いました。で計6人ということです。この現段階では拮抗してるなという感じですね。3人3人ということでした。そしたら次行きましょう。次がですね、仁さんで見させていただきました。もうこの軍団は韓国で一番強いと言われている軍団でね、まあ誰しもが
知ってると言ったらちょっと語弊があるかもしれないんですけども、上位の軍団に所属されてる方はみんな恐れおののいている軍団なんじゃないかなと思うんですけどね。もうちょっとで軍団戦でも200勝に届きそうだという軍団になっております。で、この軍団を調べさせていただきますと、名馬オール65で神器オール専用神器カンストという人が9人いらっしゃいました。なんで先ほど紹介した中国さんの 1.5 倍の人数がこの仁さんには所属してるっていうことですね。もう5人に1人はフルカンストですよっていうぐらいですよね。恐ろしいですよね。で、この仁さんでの編成っていうのがですね、周遊月影天衣呂布、なんで僕がこれ最強編成だって言ったこの4人の編成ですねを使ってる人っていうのが6人いらっしゃいました。なんで9人中6人っていうことですね。で、先ほど中国さんでは33であったもう片割れですね、2強周遊月影呂布、これを使ってる人が2人ということですね。なんで、2強周遊月影呂布の3倍もの人数の方が周遊月影天衣呂布、この4人を選んでるっていうことになってます。で、これでまあ8人なんですけど、あと1人ね、変わった編成してた人がいるんですよ。それがですね、紫龍周遊月影曹操という形なんですね。なんで、盾役はいるけども天衣じゃなくて曹操ですよと。で、呂布を使わずに紫龍ですよっていう人で、名馬フルカンストで神器フルカンストという人がいらっしゃったっていうことなんですけど、これはねちょっと言うたら悪いですけど、僕は呂布を取り損ねてるだけやと思うんですけどね。前回の吉田、福の神の時に呂布を取らんかった人やと思うんですよね。なんでここまでフルカンストさしてるのに呂布を取らんのやっていうのがすごい疑問なんですけど、おそらくこの人は呂布が手に入ったら呂布に切り替えるんじゃないかなと思うんですけどね。もしかしたらめちゃめちゃ先見の明があって、呂布より紫龍の方がフルカンストしてたら強いっていう可能性も否めないんですけど、まあこれだけねこの天武会でその紫龍が外されてるっていうところ考えたら、まあそっちっていうよりは呂布を持ってないのかなという感覚ですけどね、僕の中ではね。はい、ということで、今の段階では周遊月影天衣呂布が、9人で、2強周遊月影呂布が5人という感じになってますね。まあ倍近い差がついてるんですけども、実際問題4人しか変わってませんよというところですね。はい、そしたら次が、寄せ無双さんですね。こちらを調べさせていただきました。寄せ無双さんはですね、名馬神技フルカンストの方が10人いらっしゃいました。なんで仁さんより1人多いだけっていうことになってるんですね。仁さんがいかに強いかと、この世界一との名呼ばれているね、まあ今は実際問題どうなのか知らないですけど、寄せ無双さんでも10人ということになってるんですね。で、軍団の戦績は247勝ということで、すごいですね。で、この寄せ無双さんでの編成っていうのがですね、この10人の中で、2強周遊月影呂布、この言うたら今のところ暫定2位ですね、2位の編成を使ってる人が10人中なんと9人いらっしゃいました。ほとんどです。で、あとの1人っていうのは2強周遊月影天衣ということですね。なんで2強周遊月影天衣ということで呂布を使ってないんですね、この人もね。変わってますよね。呂布は外せんと思うけどなという気はするんですけども、言うたら中国さんと仁さんで暫定1位だった、でさらに僕が最強なんじゃないかとお伝えさせていただいた、周遊月影天衣呂布、この編成を使っている人がただの1人もいないという状況なんですね。で、暫定2位だった2強周遊月影呂布、このメンバーで9人使ってるっていうことなんで、本当に軍団で色濃く差が出てるなっていう気はしますよね。仁さんでは周遊月影天衣呂布が流行ってて、寄せ無双さんでは2強周遊月影呂布が流行ってるということになってるんですよね。で、これでまあ一気にその僕が思う最強編成は2位に落ちてしまうということになってるわけなんですけどね。
そしたら次は、次と受け取らせてもらったんが、戦国さんです。この戦国さんはね、もう JP 最強と言われている軍団で、まあそれは間違いないんじゃないかなと思うんですけども、で、この戦国さんはですね、名馬、神技、フルカンストの方が数えたら、なんと12人いらっしゃいました。ということで、寄せ無双より多いんですね。で、僕、戦国さんには入ったことないんで分かんないんですけど、寄せ無双さんと戦ったらどっちが強いんですかね。ただまあ、軍団戦の戦績は105勝ということで、これはまあ、戦国さんが割と新しい軍団の部類に入るからということになると思います。僕が天馬始めた時はなかった軍団ですからね。で、この戦国さんでの編成、人気があったのはですね、二強周遊、月栄旅夫ということで、寄せ無双さんと一緒です。この編成が5人使ってました。で、次がですね、僕が思う最強編成になるのかと思いきやですね、二強周遊旅夫天員、この編成を4人の方が使ってました。ということで月栄を外してます。ここまでずっと読み上げさせていただいた編成の中で月栄を使ってない編成ってただの一つもないんですよ。中国さん、寄せ無双さん、仁さん、この3つの軍団で、フルカンストしてる方っていうのは全員月栄は使ってました。ただここの戦国さんに至ってはですね、月栄を使わない編成、二強周遊旅夫天員、この4人の編成でやってる人がなんと4人もいらっしゃるということで、この軍団での特色っていうのもさることながらですね、その国によっても好みが違うのかなというのが出てますよね。あ、月へ入れん人4人もいんのかっていう感じですよね。なんで、JP の人たちで話している間ではですね、別に月へ編成の中に入れる必要ないんじゃないのっていう風な会話がされることっていうのは普通にあることだということなんですが、海外の方から言わせれば、月へ入れんなんてありえないでしょっていうことを考えてるという結果になってるんじゃないかなと思います。ただしこれはその言うたら JP が世界に比べて遅れているという意味ではなくて、実際問題どっちが強いんやっていうのは分かりませんから、僕は言うたら戦国さんの攻撃力っていうのはね本物だと思ってるんで、まあ軍団戦でちょっと前っていうかだいぶ前に当たっただけなんであんま偉そうなことも言えないんですけども、なんでこの月栄外しという選択肢決して間違ってないんじゃないかなと思います。で、この2編成で9人ですね。あと3人がどのような編成だったかというとですね、周遊、月栄、天威、旅夫、これは僕が思う最強編成ですね。この編成でやってた方が2人いらっしゃいました。で、最後1人なんですけど、周遊、月栄、曹操、呂布ですね。なんで僕が思う最強編成の天員を曹操に変えてますよっていう人が1人いらっしゃったという形になっております。で、次ですね、次は、はい、赤月さんを調べさせていただきました。で、赤月さんはですね、その名馬、神技、フルカンストの方が13人いらっしゃいました。なんで戦国さんより1人多いという形になっております。なんでこれ全部足すと 6+10+9+12+13 ということで、ちょうど50ぴったりになるということで、この軍団で、統計取るのは終了したという形になってます。13人ってすごいですよね。中国さんの倍以上になってるんですけど、その13に1人しか差がついてないような状態で戦国さんが位置づけてるって言ったらすごいことですよね、これね。やっぱり JP ってこの後発なんですよ。中国とかあと香港に比べて三国天武がリリースされたのが遅いんですよね。それだけでちょっと不利なんですけど、そんな中でも海外とこうやって渡り合える軍団が出てきてるっていうことはすごいことだと思いますけどね。で、この赤月さんで人気だった編成っていうのが、二強周遊で月栄呂布ですね。なので暫定1位の編成、寄せ無双さんとか戦国さんで支持されてた編成っていうのが、13人中7人使ってました。なので半分以上ですね。なので多い人数が多いじゃないわ、フルカンストの
人数が多い軍団ではこの編成流行ってるんだろうなっていう感じがします。で、2番目が、周遊月影定員旅夫、これが僕が思ってた最強編成ですね。これが、13人中3人が使ってたということになってますね。なんで、暫定1位の編成の半分以下ということになってます。で、あとはですね、2強周遊定員旅夫、この月影を使わない編成ですね。で、戦国さんでもその4人が使われてた編成ということになってるんですけど、この編成を使ってる人が1人だけいました。で、2強周遊月影定員ということで、旅夫を使わない編成ですね。これは、寄せ無双さんにも1人いた編成になってるんですけど、暁さんにも1人いたなという感じです。で、もう1人、今まで紹介したのが12人なんで、あと1人いるんですけど、この編成が面白くて、周遊月影昇降天位、これは月影先行やと思うんですけどね。で、文王の代わりに昇降を入れてるということになってるんですけど、専用神器もちろん乾燥してる状態です。なんで、もしかしたら周遊の専用神器ってそのものすごい結出度が高いといいますか、優秀な専用神器になってるんですよね。あれを乾燥させると文王より仕事しますせっていう意味なのかもしれないですね。まあちょっとさすがに使えるか使えんかわからん専用神器に担保霊ぶち込むわけにいかないので検証はできないですけども、こういう編成の方もいらっしゃったということですね。この方が一人ということになっております。はい、いかがだったでしょうか。そしたらまとめさせていただきますと、1位の編成っていうのが2強周遊月影呂布、この4人ですね。盾を使わない編成とでもお呼びさせていただきましょうか。この編成が50人中25人が使ってました。半分ですね。で、2位がですね、周遊月影呂布定員、これは僕が感覚でもしかしたら一番今支持されてる編成なんじゃないのと言った編成ですね。これが50人中14人使ってました。ということで、1位の編成より11人少ないという形になってるんですけども、まあ支持されてないとは言い切れない人数かなという感じになってます。で、3位がですね、2強周遊呂布定員ですね。これは月影を使わない編成ということになってます。これが50人中5人ということになってます。まああとはもう2票および1票なんで誤差かなと思うんですけども、地上戦でやるんだったらこの3編成なのかなという気がしますね。で、ちなみにですね、月影を外す選択っていうのはこの3位の編成しかないんですよ。なんでそのフルカンスしてる人50人中月影は使わんでええわって思ってる人っていうのは5人なんで1割しかいないと。で、さらに5人中4人は JP の人ということになってるということですね。なんで、まあその今まで積み重ねてきた戦い方の歴史みたいなのもあると思うんで、それに照らし合わせると月影は使いにくいと感じてる、まあ、JP の方が多いんじゃないかなと思うんですよね。実はうちの軍団でも相当強い方が月影をはめてから安定感が下がったということを言ってるんで、まあこうコツがあるのかもしれないですけども、まあ日本人向けじゃない編成って言うたらええんかな。まあそれでもまあ戦国さんでも月影を入れる編成の方が多かったので、やっぱ強いには間違いないかなとは思うんですけどね。なくても戦えるんじゃないかなという感じですね。で、呂布を使わない編成っていうのは、1,2,3,4 ですね。なんで、50人中4人は呂布いらんよっていう感じなんですけど、これはまあ持ってないっていう可能性もありますし、月影先行が1人いるっていうこともあるので、まあ呂布が1まあのくっていうことはまあまずないかなという感じですね。で、こうやって見させていただきますと、周遊と呂布と月影っていうのはもうこれ鉄板に近いかなという気はしますね。周遊、月影、呂布ですね。この3人ですね。で、あと1人を誰にするかっていうところだと思います。2強にするのか天位にするのかっていうところで迷われてる人が、まあ、かなり多い。9割の方はそんな感じかなというのが今回僕が統計を取った結果ということになっております。
はい、いかがだったでしょうか。でですね、まあこういった動画作らせていただきましたが、もう画量諸葛が来たら間違いなくガラッと変わると思うんで、もう最後かなと。画量諸葛前の最強編成は一体どのようになっているのかっていうのを、まあちょっと確認するじゃないですけど、検証してみる、統計取ってみるみたいな動画になったということですね。で、一応最後にお断りさせていただくんですけど、そのガチムチの人が必ずしも強いというわけではないんですね。名馬は全部65にしてる、専用神器も全部完走させてるし、全部持ってると、出撃させてる武将の分は全部持ってるっていう人でもですね、走破戦の予選で落ちたりっていうことがまあまああるんですよね。で、本戦になっても勝ち上がれないと、1回戦とか2回戦で負けてしまうっていうことはようあることなんですよね。なんで走破戦には走破戦の戦い方があると思いますし、あとそうですね、予選には予選の戦い方プラスアルファ運っていうのもあると思います。やっぱりランダムで、8人と対戦ということなんで、この8人が弱けりゃ予選は突破できるし、強けりゃ無理っていうことになりますんで、で、まあ運要素、あと戦略、あとはテクニックですよね。いくらこうフル完走させているとはいえですね、その上手くなる気がなかったら、テクニックを磨かんかったら、やっぱり走破には残れないと、で走破で勝ち上がることもできないと、これが三国天武の面白さだと思います。なんで今回僕はあえてそのフル完走してる人がどういう編成を選んでるのかということを、まあ統計取りましたけど、自分がねこれだと思う編成を見つけたら、別にこの人たちが支持してる編成を選ぶ必要はないと思います。その編成で、突き進んでいくことでもですね、こういった人たちに勝って、走破戦を勝ち上がるっていうことは十分可能だと思いますので、あまりこういったものに惑わされずって、自分で動画作っとって俺の動画に惑わされるなよって、ひどい言い方というか言いようですけどね、ちょっと語弊があって申し訳ないんですけど、まああまりこう惑わされずにですね、あ、そうなんだ、今天武会のそのフル完走勢ってそんな感じなんだねっていうのが頭に入ったなぐらいで、とどめといていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。